幻じゃないだろうな。久しぶりだな。1年半ぶりか。元気だよ。オイスターベイに家を買ったよ。相場の方はどうだい。あのセクシーなフランス娘とはまだ。つまりその名人が何かいい話を教えてくれるのか。冗談じゃないよ、マド。僕の弁護士資格を剥奪させたいのか。もし知ってたらその見返りは何だい。言ってください。何でもします。退職しますか。奥さんにも二度と会いません。何でも言ってください。それはできません。何でもすると言ったんだ。それは僕としてはそれほど自分の非をですね悔いているということを言いたかったんですよ。反省してます。僕はあなたを尊敬してるし大好きです。だからこそあなたを傷つけたことが辛いんです。取り返しがつかない。絶対僕を許しませんよね。ここの病院は空港と提携してて、この病棟は飛行機事故専用なんだ。滅多に使われない。死んだご主人は何を。車は今どこに。鉢植えの花じゃないんだ。いつまでもじっとはしていられない。交通量が増えたな。事故の前と比べると車の数が3倍くらいになってる。みんな分かってないんだ。1分がどれだけ大切なものか。現代生活は1分刻みで動いていくものなんだからな。1分ワルツ、1分ライス、1分あれば大抵のことは用が足りる。だが誰も1分の価値を分かってない。本当に分かるのは死ぬ1分前だ。実はロイに聞いてみたんだ。ヘルガスベルゲンが北朝鮮のスパイかどうかって。確か残り時間は16秒だった。ねえ、たった今ここを年配の女性が通っていかなかったかい。あなたのコラムはずっと読んでましたが、視点がいいし文章も面白くキレがあって、今回お持ちいただいた作まさにそれでして、素晴らしい。会話だって洒落てるし、どのキャラクターもすごく個性的で、しかもリアルだし、とにかく前途有望であることは確かですよ。次の作品が仕上がったらぜひ拝見したいな。この船の現状を説明しておきたい。重力の強いフィールドに入ったため、隕石が衝突してタンクにダメージを受け、かなりの燃料を失った。いい知らせもある。ドッキングエンジンの燃料は無事だ。燃料をメインエンジンに補給するまではこのまま進むしかない。補給が終わったらワープして帰る。ギリギリになるが、とにかく時間は11分。それで十分だ。俺はもっと悪い状況から脱出した経験がある。この船は無事に帰り着く。無事に帰るんだ。上に住んでる。見たならもう帰りたいんで返してくれ。見たことないね。死んだのか。このブロック半分が封鎖されてるし、警官も12、3人はいる。コソドラがステレオを盗んだようには見えないよ。人を送ってきたんだぞ。同じアパートの女も殺してる。私の知ってることはロスの捜査資料に全部載ってます。依頼人はこの事務所に来ると君を見て僕がどんな仕事をしているか判断する。そんなだらしない服装では困る。貧乏ゆすりもやめてくれ。髪の毛をいじるの。髪をまとめてネットをかぶるか、いじらないようにするかだ。それともう一つ、鼻をすする癖は自分でわかってるか。それにタイプを打ちながらいつも舌を出してる。教授、ええ、一定のパルスで。ただ探査信号となると並列して送られるはずの数学的データがありません。3万光年も先に信号を送るような技術は我々にはありません。ロシア衛星の暗号を解読に行くことにすれば。まだあるんだ。第一の信号は超波に埋もれている暗号を解読する鍵になってる。暗号の原文と重ねてみると文字列がそれぞれ符号して変異が現れる。それはただでも受け合おう。金がいるのは買収だ。パッと片付く。ペンギンは安いぞ。2000ドルもありゃ買える。だがこれに負けても嘆くだろう。そうか、リスの這い回る屋根裏部屋が宿だっていうんじゃ。用意した額は知れてんな。